長沼宗正は、鎌倉時代前期の武将、御家人。長沼市、皆川市の祖。王峰2年、下谷国の有力豪族、小山正光の次男として誕生。樹永2年、志田義弘を、乃木宮合戦で討ち、その後は、源頼朝に従って、平家糸井に,に従軍した。文治5年9月、頼朝の欧州合戦に随行。頼朝から、 品の国前工事児童職を与えられたが、上元四年八月に解体。正治二年十一月、美の国を送れそうの児童職を得た。その後、兼任三年の比企吉和の変、元休二年の畠山重忠の乱に、法上司法として従い、さらに上級の乱にも従軍した。その直後、摂津国志護職、摂津愛想児童職を得て、さらに、淡路国志護職、 淡路笑い、原田持つ、上田田持持持職を給与され、国主、主語を検体して、淡路を支配した。摂津国主語職はその後に改役されたが、淡路国主語職は、鎌倉時代末期まで、長沼市に送伝され、女王2年には、淡路の大田文まで作成された。寛義2年8月に、弱子、自重に乗与した所領は、本領の長沼荘 下月池三國や別当職、淡路守護職をはじめとして、武蔵国、道の区国、美野、三正坂国、貧乏国などの諸国に及ぶものだった。人事元年11月19日に、下月長沼僧で死去、去年79、あずまによると、些細なことで、しばしば月光する、とても気性の荒い人物であったと伝えられており、問題発言もたびたび発したとされ、 高こ,ことある口のものと評されている。当家の武勇はすべて自分に帰するものだと公言して、はばからず2月6日、上、海道15カ国の民間の無礼を正すためと称して、頼朝から弓を賜ったことを面目とし、文人肌の三大将軍、源、実朝友を批判して、当代は、蹴鞠をもって、豪となし、武芸は、ハイルルギに至り、女性をもってそうとなし。 有志はこれなきごとし九月26日上と言って、出資をとどめられるほどの高校と悪口のものであった。ありがとうございます。